本当ね、クレームを言われるお客様も本当に宝の一つだと思うので、でその方といかにこう仲良くなるかとか、まあ、本音を聞き出すかっていうところですね。その対応次第ではお褒めの言葉になったり、リピーターになる。まあ、実はその子供をですね、車の後ろに乗せてお客様のところに謝りに行ったこともあります。はい、自分も認めて相手も認める、まあ、自他尊重の、まあ、コミュニケーションですね。やったことがない大人って反対するじゃないですか。そんなことやめときなよってね、反対するけど、でもやってみなきゃわからないし、まあ、本当に1割ぐらいの人しか背中を押してくれなかったなっていう印象がありますけれども、2年で収入を戻すからなんとか辞めさせてくれってね、頼んで辞めたんですけど相手が何を求めているのかっていうところの、やっぱり想像力を働かせる力っていうのがやっぱり必要だと思うんですよね。年下だからとか、まあ、部下だからとか、子供だからっていうふうに、その思うこと自体が少し間違っていて、やっぱり一人の人間としてこう対等にコミュニケーションを取らなければ育成も何もできないと思うんですよね。はい、まあ、百花春至って他がためにか開くっていうね、前後の言葉なんですけれども、桜をはじめとして百花繚乱ってね、こう花って咲き乱れますよね。でもその花ってその美しさは誰のためでもないっていうことを言ってるんですね。ましてやその華やかさを誇ったりですね、まあ、見る人を喜ばせようっていう意識は花にはね、微塵もないんですよ。何が言いたいかっていうと、自然のままの姿、何の芝生もない、まあ、つまりこう誰のために何かをやるってことではないんですよ。もうその人その人に与えられたかけがえのない使命とか才能があるので、それはこう他人のためのものではなくって、咲きたいから咲くんだっていうね、こんな気持ちで花は咲いてるんだよっていう、何かね、こう起業したりね、始めたりするときに何かの役に立たなければ仕事にならないですね、報酬にならないって。でもそれより前にやっぱり自分自身がどう咲きたいかっていうところがすごくね、必要なんじゃないかなって私は思ってます。もう人の目なんかね、関係ないです。この花はね、誰のために咲いてるんでもないんだよっていうことを、なんかそれってやっぱり選ばれるためにすごく一番必要なことなんじゃないかなって最近思います。子を持つ親としてはやっぱり親の姿って立ってすごく影響があると思うんですよね。ビジネスだけじゃなくて子育ても百花他がためにか開くだと思うんですよね。やっぱり子供が生まれた時の喜びとか感動っていうのをだんだんこう忘れて何かを教えようとかって思ってしまうんですよね。で、命を受けて今生きていることだけが本当にありがたいことだし、何か教えようとかね、育てようとか、そういうことじゃないんですよね。いかにこう自分がね、精一杯生きるかみたいな、そういうことの方が恩返しですよね。じゃあもっと 120% でみんな生きてほしいなって、誰にもね、こう遠慮することなく、何にもね、こう我慢することなく、自分の気持ちをこう素直にね、言葉にしたり、誰かに聞いてもらったりすることって全然恥ずかしいことでもないので、嫌なこととか、辛いこととかね、あったらこう言葉にして吐き出して、でさらによし明日から頑張るぞってね、こう 120% のこう、ね、拳を上げながら毎日ね、自信持って生きていきたいなって私は思ってます。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。